歌。へえ、君たち、麦わら、の首を取りに来たんだ。に対する読者の反応集。歌。君たちすごいね、四皇、麦わら、の縄張りのこんなところまで侵入するなんて、だいぶ怪我してるみたいだけど、その傷はどうしたの？そう、ブルックにやられたんだ、私？私は優しいから心配しなくて大丈夫、夢の世界へ連れてってあげる。これは麦わらの一味に入ってる歌ちゃんだ。ルフィの前では甘えてそう。湿気すごいな。船に乗ってるならもう何も心配ないから、むしろ大いに湿気てくれた方がかっこいいかも。麦わらの一味幹部、死の歌姫、歌、か。ルフィの両翼、海賊歌姫。歌、居眠り狩りの、ゾロ。海賊歌姫いいな。だいぶ怪我してるみたいだけど、その傷はどうしたの？ガチで心配してるし、眠らせた後すぐにチョッパー呼んで治療してもらう。だけどルフィのことを傷つけてたよそいつら。何気にブルック突破してるのくさ。多分仲間をおとりにして逃げてきたんでしょう。ブルックは逃げた方向に仲間がいるので、後続の始末でもしてるんじゃなかろうか？普段はごく普通なんだけど、サボの過保護ブラコンみたいに、ルフィに関しては天然ヤンデレ発動する歌を受信した。それはスコだ。骨の怪物に歌いながらズタズタに切り裂かれて、必死に逃げた先で出会う歌姫、これは天使ですわ。そしてこんなんだったら骨の剣で一思いに倒された方がマシだったっていう目に合わされる。歌世界で精神殺したら戻れなさそう。暴走しそうなところを仲間になだめられて、ブルックの眠りの旋律で攻撃をやめる。ブルックと歌の音楽フォーメーションは合体攻撃から戦闘の終わりまでいろいろ広がりそう。ねえ海賊さん、私の、ルフィに近づくのやめなよ。あなたのアジトの戻りは知ってるよ、さっき見てきたから。ロビン、ポーネグリフ見に行こっか。ルフィ、ラフテル行こっか。全部歌ワールドでできる事実。ルフィによく頑張ったな、歌、って頭撫でながら言われたら歌の情緒がおかしくなりそう。後ろの髪がすごい勢いでブンブンしてそう。かわいい。この世界線の歌、トットムジカを刺激するどころか自分の体にまとって戦うみたいなことまでできそう。私は最強の時の鎧がトットムジカ仕様になるとか。完全に制御してマゼランのベノムデイモンとかベッジのビッグファーザーみたいな、自分がまとうタイプの技になるのかな。よほどのことがないと出さないから七部階級の四皇幹部でも見たことない技になりそう。この歌ものすっごいルフィに対して激おも感情持ってそう。ルフィが大怪我した際にハイライトが消えて泣きながら敵を虐殺するか、守れなくてごめんなさいを連呼してルフィに抱きつくかしてそう。覚醒したら歌ワールドのものを現実に召喚しそう。あの音符兵の超強化バージョンを無限に現実世界に呼び出せるようになればクラッカーと同じことができるな。この歌ちゃんは空白の2年間に、無人島、のエレジアに飛ばされてそう。そしてトットムジカと正面から向き合うことで強くなろうとするんですね。私の想定では、星は F、丸は原作通り、星、エレジア、本当に全滅。一人手であるゴードンさんもいないため、赤髪海賊団は歌を連れ帰らざるを得なくなる。以降公開に歌は連れて行かれず、かつ歌本人も焦土になった出先の国を見たことで海の怖さを知る。ルフィ、近海の主相当。星、牧野さん家の子になる。エレジア壊滅は、赤髪海賊団と別の悪い海賊団の構想によるもの。すまない、守れなかった、という形で押し切られた、存在しない、悪い海賊団、は、沈めた、とのこと。丸、ルフィ、17歳で出航、立派な海賊になり、シャンクスに麦わら帽子を返すため、星、歌、置いていかれる。シャンクスに追いつく、という目標を共有していたのに、急ぎ追いかけソロで出航。丸、ルフィ、アルビダカラバラゲーまで原作通り。星、歌、ルフィによるかなりエキセントリックな経路を追いかける、歌の能力の応用。カモメの歌を聴く、など、一人で成長してきていない分の、自分以外の歌を聴く、聞いた歌を読み取る、というスキルツリー、歌の無法度ダウン。イメージ的には XY でサトシを追いかけるセレナ、星、ローグタウンにて合流、グランドラインへ。丸、以降をおよそ原作通りの経路をたどる、全力で歌うと寝る。2年前に大規模でんでん虫に出会う機会はない。本体性能は何さん以下。など、場を整えれば大規模爆弾になれるが、展開の都合でならないんだよね。わかるわかる、と感想を持たれる動き。空島にて根付きの子発見。採取。
星、エニエスロビーでの一味境界イベント、チョッパーによる一時的な不眠アンプル提供。歌っても1時間、1アンプル。最大3時間、3アンプル以上は持たせてもらえない眠らずに済む薬品。歌うたバンランブル。超強力な雑魚散らし能力、レベルの感想評価。この後しばらくして覇王色が出てきてからは読者間で参拝扱い。丸、スリラーバークでブルック加入からシャボンディにて1ミリ3。基本的に展開変わらず。ここから本番。星、廃墟になったエレジアに飛ばされる。場の条件はゴードンさんがいないこと以外は同じ。SSG 伝伝虫、真実のトーンダイアル、トットムジカの楽譜、丸、頂上戦争終結、3D2Y、かつて音楽の都として栄えていた国の遺産をまとめ上げる決意。散逸したものを取り戻し、きちんと自分が歌として持っていく。SSG 伝伝虫発見。麦わらの一味、の一人なので、うっかり海軍に繋がっては偉いこと。すぐには使えず、星、一年経過。真実のトーンダイアル発見。歌。一年かけて片付け直した国のすべては自らが叩き壊したものだと知る。罰、死にたい、三角、逃げたい、丸、早くルフィに会いたい、二重丸。早くみんなに会いたい、許してほしい、こんな私でも一緒にいていいと慰めてほしい、ルフィに笑い飛ばしてほしい、ゾロに相談してバッサリ切り捨ててほしい、ナミちゃんに慰めてほしい、ウソップのしょうもない話で笑いたい、サンジさんに丁寧に扱われたい、チョッパー君に全部話したい、ロビンさんのように生きることを認められたい、フランキーに頼りたい、ブルックの音楽で歌いたい、死にたくない、逃げられない、それなら1分1秒でも早くみんなのところに帰りたい。星、トットムジカの楽譜入手、罪の証。これでみんなの役に立ちたい、役に立つことで許されたい。丸、2年後、シャボンディ諸島、 SSG 伝伝虫により嘘の海難通報。やってきた海軍の救助船を乗っ取り島から島へ。星、一味に合流、ルフィにハグ、映画のあれ、魚人島へ向かう道すがら、時折ヤンダメをするようになる。丸、魚人島突破。ヤンダメの頻度が増えていく、ブルックに見慣れないトーンダイアルを握りしめる様子を目撃される。星、パンクハザード回収後ドレスローザにて、爆弾起爆、ルフィが自分に黙ってエースのメラメラを取りに行った。信用されてない？必要とされてない？私に任せてくれたらすぐなのに。ドレスローザでトットムジカ権限。ディアマンテステージ決勝戦ごと外部からステージ破壊。超重要フラグその1。星星、サボのメラメラ未入手、遠征フラグ折り。星、ドレスローザ、鳥かごとトットムジカの二重苦。超重要フラグその2。星星、陸王の負傷によるレベリー欠席、桜花七部会制度の完全撤廃が次回に持ち越し、丸、トットムジカは時間経過で強制シャットダウン、歌ではなく発狂で権限していたため、ドレスローザ及びドフラミンゴファミリー、壊滅。超重要フラグその3、星星、フジトラのマリージュア3台がなくなる。革命軍にぶつかる海軍戦力大ダウン、熊奪還戦が小規模に。星、以上ドレスローザ終了時点で、レベリーに関するフラグを破壊することで、バギーのクロスギルドと大革命連鎖を阻止、四皇を叩き落としても時代が変わらない。カイドウを撃破しても時代の停滞期を打破できない。四皇、麦わら、がその立場で数年間停滞することで、赤髪、と同じく、どこか自由を感じない大海賊へ。めちゃくちゃうまく辻褄取れてるな。敵には冷たい態度しか見せないのに、ルフィと二人っきりになったら甘え出す歌は性癖。性癖はそれでいいが、歌ちゃん的には一味にも敵にも甘いと思う。やられるならせめてあの女、って噂が立つけど、実は歌うた世界でメンタルを溶かされる、苦痛じゃなくて楽しさ気持ちよさで狂わされる、から一番立ちが悪いやつ。ルフィへの愛なら私が一味最強なの。また眠らせたのか歌。それやるとすぐ暇になるからやめろって言ったろ。その方が手っ取り早いでしょ？私を超えられないような奴をルフィに合わせるわけにはいかないし、それに、早く終わったらその分ルフィと一緒にいられるもん。薄れゆく意識の中、この光景見て疑問符で頭いっぱいになるルーキーになりたい。いつもエレジアにいてそこでは普通に歌手、再興したエレジアはルフィのお気に入りの島なので、暴れると四皇幹部歌になる、みたいな。ちょっと離れた存在にいるような感じでも好きだぜ。これはちゃんと幼馴染しててメインヒロインしてる歌ちゃんだ。四皇ルフィの元に急いでいたら歌姫の歌が邪魔しに来るからルーキーたちびっくりするだろうな。
麦わらの縄張りに入った愚かなルーキーの元には、世にも美しい前日と共に白骨の死神と死の歌姫が現れる。失礼しちゃうよねブルック。まったくですよ。安全な島に向かう海流に乗せて差し上げているのに。これは紛れもなく四皇の幹部。ねえ、ルフィ。なんだよ。私、役に立ててる？またその話かよ。何回も言わせんな。ルフィはすごいよね。今や、四皇、だもん。ルフィ？この海に皇帝は四人もいらねえ。最後まで残った王が、海賊王、だ。誰から倒す？まずは、ビッグマム、からだ。巨人島のこともあるし、カタクリにリベンジもして。次は？黒ひげ、だな。エースの敵だ。エースの敵は海軍じゃないの？いや、まあ、そうだけどよ。やっぱでも、ぶちのめしてえのは、黒ひげ、だ。その後は、シャンクスも、殺すの？殺さないって、言わないんだ。海賊の決闘は生き残りをかけた勝負だからな。今さら言わなくたって、わかってるだろ？ポーネグリフの取り合い？いや、シャンクスとはもっと、ちゃんとやりてえ。やるって、どういう風に？海賊だから、欲しいものは奪い合いだけど、帽子のこともあるし、話したいこともあるし、俺だってシャンクスがどんな冒険してきたのか知りてえし。特別待遇だね。ひいきしい。そうだな、どっかの島でよ。無人島がいいな、邪魔が入らねえ。三日三晩くらい決闘してよ。あはは、そんな、に、体力、持つわけないじゃん。そこはおめえ、気合さ。決着、つかなかったら？戦い合いに飽きたらよ、そのまま宴をやるんだ。きっとすっげえ楽しいぞ。じゃあそのまま海賊同盟だね。決着がつかないなら、一緒に行けば？ねえ、ルフィ。不幸。私は姫で、我慢してあげるから。不幸。不幸。ルフィこそ、この海の、王になるんだよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。